ピグさんありがとう。映画いつからだっけな、もうだっけ、もうやるんだかな、いつ公開だっけ、もうそろそろ公開だよね確か。どうなんだろうね、ちょっと内容がまだ分かんないからね。私空白の2年間を描かれてるんだって。5本の完全新撮ドラマだって。5本、え、今日公開日、え、今日公開、え、嘘でしょ、今日公開することある、あ、今日公開日でこれを放送されるんだ。映画がより楽しみ、今日見ちゃってる方もいるじゃんね、公開でもう一回見に行きたくなるという作戦。公開日今日だったんやね。さっき映画見てきてよ。ネタバレ禁止でお願いします。ななちゃん可愛いんだよね。りょうへいさんありがとう。公開同時、でも全然違うものですもんね。金曜日か、今日金曜日か、もうあっという間ですね、本当に一週間あっという間だ。2年間これを見てから見に行く方がいいということね。夜更かしじゃいいと思います。金曜日は怖いよ。こんばんは。え、もう始まった？ドラマ。さなえさん。ちょっと懐かしい。
引っ越しから1年後これはヒントになるんかな、映画につながるんかな。って呼んじゃってるっていうか、これはこの関係性変わってない感じ、元旦那さんっていう。カツ丼屋いいね、怖っ。ああ元旦那さんも変わりないね。ピケさんありがとう。怖いね。思い出してきた。疲れたね。1週間終わるとやっぱ疲れがね。こんばんは。みんな夜ご飯食べましたか？国翔さんありがとう。まだ食べてないか。春雨スープ痩せるぞもっと痩せちゃうぞ。前田真さんありがとうございます。初萌のカップラーメン食べました。あら買ったんだ、マックか。怖っ。クラムチャウダーはでも好きなんですよ。クラムチャウダーとミネストローネどっち派私でもどっちも好きだな。ミネストローネも好きなんですけど、
ちゃだ、美味しいよね。魚介類無理な方は無理だね。私魚介類大好きなので。好きなの。国翔さんありがとう。まさきさんありがとうございます。どん兵衛食べてしまった。どん兵衛の新しいやつ、新しいどん兵衛のもちもち麺みたいな出てるらしくて、なんか発見したんですよ、それをツイッターかなんかでね。買いたい。でも私インスタント麺というかカップ麺あれ本当に食べないのよ。怖い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 。あ、もちもち麺のうち気になってるんだけど、もうカップ麺をさ私本当に食べないので、両方私も好きです、うん、結局ね。クロちゃんさんありがとうございます。ペンライト、カラフルペンライト。怖い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 。小野さんだっけ。挟まれてるやばい。こんばんは。898、2回目です。こうエレベーターの扉挟まれちゃってる。やばい、ギャグでしかない。898。あー、そうです、日曜日で900です。よ、ついに900が来てしまうんだよあと2日で。いやーちょっとやばい、嬉しい。ね、まだ分かんないから。いや900、いやでもね、ちょっとほんとさ、まあね、でもこれから先1日とかできない日がもしあったとしても、 お休みチケットあるからな、結局続くんですよね。だからそう、なんかちょっと安心はするね、チケットあるとなるとね。なんか使わないけど、使う予定なしですが。いやー900になっちゃうのよ、どうしましょう。憂鬱のバラさんありがとう。普通より長いのよ。あ、そういうことね。あ、寺田心くんだ。寺田心くんがちょっと大人の顔になってる、ちょっとだけ
そう。ありがとうございます。ありがとう。900はやばいね。いや、すごいな。でも9になるのはすごいな。あれ、これや、これ見たとこだっけ？え、見てないっけ？見てないよね。ツイート復活するかな。うん、初かは分からんけど、普通に100、あ、じゃあ901日目、902日目みたいな感じでツイート、カウントダウンツイートは、カウントダウンっていうか配信するときにツイートするかな。でも朝とか、あ、2回やるときは1回しかツイートしないと思いますね。さおさん、ありがとう。ペンライト、ありがとう。カーリーショットでツイートしますどうぞどうぞというか、じゃあお願いしますさおさん、本当ありがとう。仲がいい仲がいいんですよ。え、あ、6期生オーディション応募受付開始か。うわぁ、懐かしいな。なんか思い出しますね。私は国翔さん、ありがとう。100日目に迎えるでしょ。3人とも変わってるな、これは3人とも変わってる気がする。このあなたの番、あなたの番です、出てる人みんな変わってるか。住民さん、揺らぎませんよ。フラグがちょっと立ってないかな。いやでもファンの方にはまだまだ私のことを見ててもらわないとちょっと
まだまだね、恩返してませんからね。寿命9回分だもん、すごい。9回分、あの時もすごい話題になってたけどね、100日でね。本の文字綺麗ね、綺麗でしょ、綺麗でしょ、あ、綺麗でしょっていうか、なんかうまく私も書けた気がする。伊沢さん可愛い、ありがとう。この髪型似合う人奈々さんぐらいしかいないよ、奈々ちゃんくらいしかいないよ。変わってるよ、やっぱり。逃げちゃった。ジリーさん最近乗ってないな。シュンさんありがとうございます。あと チキン南蛮食べたいな。チキン南蛮、ガッツさんありがとうございます。チキン南蛮食べて、スケさんうどん食べてしまいます。スケさんうどんいいね、冬に食べるスケさんうどんがいいね。
ヨッシーの発想、あ、ヨッシー、え、そういえばじゃん、そういえばじゃん、早く来たいな。ディズニーのクリスマス特集してた、いいなぁ、ディズニーいいよね、でもクリスマスのディズニー行きたいわ、うん、わかる、離婚成立ってことか、そういうことな、集中できないことに配信と一緒に見るってあれかな、翔太くんの奈々ちゃんも変わってるのよ、本当に癖強い住民の人しかいないからね、あの晩は本当に、小野さん、小野さん怖、あのマンション住みたくなさい、いやーもう即引っ越すよね面白い、すごい、水をさ口からさプシューってさやるの難しそうじゃない、ギャグドラマみたいになっちゃってるの、霧状にあのやるのなんか難しそうじゃないですか、やったことないけどできなさそう、私できないわ、大丈夫か、今見返したらちょっと怖いね、今ちょっとさあなたの番です、ちょっと見返したらちょっと
怖さ感じちゃったの。 CG だと思って CG じゃない。ホーンテッドマンションより怖い。うん、確実に怖いね。演技でもそうすごいですよね。だからもう本当にすごいすごいんですよ。そう見せてる、本当にすごいよ。すごいキャストの方々がすごすぎるっていうことなんだけどさ。すごいな。すごっ。アドリブだって。アドリブだよ。すごい。福岡出身なんだ。すごいな。クリショウさん、ありがとうございます。君が叫んだ。16万ポイントぐらい出た。あと4万ポイントだ。ありがとうございます。皆さんちょっと見えてきたかもしれん。あと2日、ギリギリ達成できるかな。ひろゆきさん、ありがとう。こんばんは。そう、12日までのイベントですね。でもなんかしれっとねイベント始まってますからね、いつも。九州弾丸ツアーって、おお、ペンライターします。ありがとう、嬉しい。疲れるけど疲れちゃうと思うけど。テトリス好きな、テトリス私でもやってたね。
テトリス私すごいやってたけど、小学生ぐらいの時かな。900円じゃ専用のバーを立てたい気持ちもある。ああ、そうか。900日限定ギフトあるか。100日のある、100日ごとにあるんだよね。ありがたいことに。なんか100日ごとにちょっと背景とかあるんだ。中地さん、ありがとうございます。これは新しいドラマ。両方オナシャス、オナシャスじゃないのよ。再会？怖い怖い。背景変わるかな、明日。どうだろう、変わるかも。ヨタハチさん、ありがとうございます。さゆりとお疲れ。え？あ、こんな顔だったっけ？忘れちゃってた。怖い。え、なんで外出れなかったんだっけな。それも忘れちゃったな。なんだっけ。もしもの世界だよ。ちょっと精神的心配になっちゃう。あなたの番です。え、もう見た方、え、面白かったですか？見た方。面白いの？え、どうなんだろう。
なんかちゃんとした終わり方で終わってほしいよ、私的に。なんかあの子のワンです、終わり方不思議だったし。カッピさんありがとうございます。みんな見てた？あなたの番です。てか見てない人の方が多い説ある？もしや。もしかして。寝てました。見てません。見てたよ。見たことない。見てない人。いや面白かったけどね。面白かったんだけど、今見返すとちょっと怖いな。実は家にテレビがあります。そうなんだ。まあテレビ、見ないな、私も。あ、大嘘かい。リアルタイムで見て、見たよ。おお。違いを教えてください。 TBS とディズニーですよ。 全然違うじゃないか。Hulu でも見れるね。まあね、テレビ見ない、見ないなあ。息子が出てるじゃん、外に。いいね。ある意味ファンタジー。ファンタジー、ファンタジーっていうのかな、これ。なんなんだろう。ファンタジー、ファンタジーかな。まあどっちもね、笑えるところもあるという共通点もある。アナ雪の時もちょっとクスってこう笑えてる、笑える部分もあるじゃん。こっち、いや、クスじゃないか。ツボっちゃう場合はツボります。こちらのあなたの番ですわね。あ、ちょっと黒島ちゃん、みんな見てない人ごめん、ちょっと私だけ見てしまってすみませんね。ななこ
このエミは。この男の子、待って、息子何したっけ。判明した時に怖く、判明な星が何だろう。あー怖かったな、これ。恋愛ドラマじゃないんだよね。じゃないんですよ。スコーンちょっとやばいやつだったか。ちょっと忘れてた。どんなことし、なんだったっけ、なんかやばい子だったっけ。恋愛要素もあったはあったけどね。黒島ちゃんと名前思い出せない、黒島ちゃんの恋愛を虹当選したの。すごい。ダイナガ実験してたっけ。怖い。途中でワンで、ワニ何だっけ、ちょっと本当に記憶がなさすぎて。ここ怖かった。すいません、やばい。いや、こう、ほんと怖かった、このシーン。殺人事件、事件現場、やばい。勇気出しすぎる。売り切れでした。早いね。すごいシーンだったんですよ。すみません。確かに。なんで理由は？そういうこと？これで考察してる人もいたよね。
追加でくじ引かないかった。1回って決めてたからさ。そうだから、うん、1回だけ引きましたよ。私はさ、もう一回みたいなやつあんま我慢できるかも。もう一回っていうか、そのもう一回弾きたいとかある時あるけどさ、当時はやばかった。なんか当時すごい考察してたからね、結構真剣に考察してたんでね。そうあれだったけど、今見るとやばいね。メンバーの考察ラインありましたよ。あったし、しかもそこサッシーさん入ってたからね。サッシーさんも入ってましたよね、そのライングループ。しかも私結構最初の方にグループ入ってたしね。最初数人のレベルから私入ってたよ、そのグループライン。そう、でもどんどん人が増えてって、で途中からサッシーさんも入ってくださったぐらいではもう LINE を発せなくなっちゃって、もう緊張するやん。めっちゃ何十人も入ってるグループでね、なんか変な LINE 送ったらさ、あれだからちょっとさ、一気に口数減ったよね。招き猫、え？あれ？動物いじめてたっけ？動物じゃなくて、え？クロシムちゃん、え？あ、そうだったっけ？ちょっと。パラレルワールド知ってる知ってる。刑事さん生きてるし、ちゃんと生きてます。あなたの番です。今月中に見に行けないんじゃないか説。
国翔さんありがとう。おい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 、片手でさ、背中ポンって押しただけでさ、転落しちゃったんですけど、男の人。ヨタアチさん、ありがとう。成人男性一人か、片手で片手で押しただけでさ、転落しちゃったマンションの、どうやって落ちた今。え、柵あったのに、なんで力強すぎじゃない。黒島ちゃん力強い。大学生だか、大学、私大学の、大学の学食食べたい、食べに行きたい私は食堂行き、食堂憧れるな。あれ食堂、食堂ね、憧れます。そう、大学の食堂ね、普通に入れるらしいね。懐かしいな、学食で美味しい、美味しいですよね。
なんか学食のなんだろう、学食といえば何なんだろう、ラーメンとかあるんかな、カレーとか定番は何だ、唐揚げ定食とかあるんかな、あ、新意新意丼も、あー、カレー、カレーとうどんだった、あ、そうなんだ、あ、でもうどん系は、うわっ、私ストーカーの人やん、ストーカー、ストーカーいた、ストーカーいた、内山くんいた、学食経験ないです、微妙で悲しい、あ、そう、あ、社食あ、そうです、会社もそうですもんね、カツ丼カレー、カツ丼カレー、あ、そうなんだ、お弁当もあるみたいなね、おお、いいね、お腹すくよ、カレーが200円、え、安いね、安い、だいたい安いんだよね、でも開放してるとこが多いよ、そうみたいですね、だから行きたい、普通にね、普通にねっていうか メンバーが行ってる学校の学食を食べに行きたい、ビュッフェ形式か、え、本当に学食でビュッフェあるの？
コスパ、そうだよね、学生に優しい。食レポするって、社員食堂って何？社員食堂。夜勤の人が 新人ちゃんと同じあれじゃない学食安かった、ありがとう。隣の大学の学食、すごい、そういうことね。高校でも、そっか、いけるもんね。学食のね、担当の人ね。ああ、怖い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 。職のおばちゃん、私も高校の時、その購買の売ってくれる人、購買のおばちゃんとね、仲いいまでは言ってないか あ、でもなんか優しくて、めっちゃそう優しかったんです。だからね、ファニー、カフェ系と普通の定食系とビュッフェ系の3つ食べるとかあったので、すごい大学やん、すごい、すごいね、すごい設備じゃ、環境良すぎない？それ綺麗な大学じゃないの。すぐ売り切れる人気商品ありました。フルーツ、フルーツサンド、フルーツサンドとか、あとなんだっけな、唐揚げポテト、何が嘘で何本当。ああ、これ本当か嘘か、僕分かんない。フルーツサンドとね、唐揚げとポテトがこうセットになってる、なんか美味しいんですよ。でもその購買の唐揚げポテトめっちゃ美味しかったな。揚げパンはなかったな。美味しかったです。
ヨタハチさんありがとうございます。焼きそばパン、焼きそばパンあったね、あったけどそんな人気じゃなかったと思う。多分人気だったかな。走ってこ、売店行ってたな。そう、私も走ってましたよ。走ってました。チャイム鳴ってダッシュして、フルーツパン、フルーツパンじゃない、フルーツサンドって言って、もうあれフルーツサンドほんと好きだったんで。でも毎日じゃなくて、あのない日もあるんですよ。結構レアなのその商品、フルーツサンド。そんな毎日ぐらいなかった気がする。てかしかも売り切れるしね。そうだから私もう週1でもないか、月に2回ぐらいしか食べてないかも。え、月1かな、え、そんぐらい。でもほんとた、ほんとにでも月1では買ってたかもしんない。なんかあとね、なんかチキンバーガーみたいな、バーガー系も結構いっぱいあったし、そう、あとね、そう、授業延長する先生いたらもう、ね、もうダメなの。ああもう終わりだーってなった。そう、惣菜パン多かったで、なんかご飯系のパン多かった。いろんな種類あったよ。梅しそチキンカツサンド、チキンカツ、うん、サンドとか、あとなんだろう、普通にね、なんかいろいろ種類あったし、ご飯系のパン、惣菜パンもね、なんかコロッケパンとか、なんかそんなのあったかな、なんかいろいろあった。となんだろう、甘いパンはなんかそのクリームパンとかメロンパンとか、ドーナツみたいなやつとか結構あったよ。品数すごい、本当意外とありましたね。砂利パン、砂利パンみたいなのあった。でもあの学校じゃなくて普通に砂利パンみたいなやつは、なんかさ砂糖のやつだよね。ローカルの菓子パンなの、宮崎ローカルの菓子パンなんだね。アイスパン、クリームパン、これアイスパン、パンを凍らせる、パン凍ってるパン食べたことない。おあ、アイスみたいになるんかな、アイスみたいな感じなんかな。ご飯何食べよう、何食べ、温かいもの、なんだろう、何がいいんでしょう。
スタ系でもいいと思うね。あ、怖い怖い。パスタ系か、あ、でも洋食がいいんじゃない？パスタ系か、オムライスとか。パンでもいいし。あったかくない。青春だったなと思った。うんうんうん。青春ですね。コーンスープいいね、コーンスープいいね。シチューいいよね。でもシチューってさ、なんか売ってないよね、あんまり。なんか作らないとあんまない。チョココロでも売ってたな、美味しかった。パスタはやはりカルボナーラか、ナポリタンかミートソースか、タラコ。どれもじゃん。どれでもじゃん。あれでもカルボナーラがやっぱ好きやね。砂糖がジャリジャリ言うやつ、美味しいよね。砂糖ジャリジャリパン。カルボナーラ、でもな、ミートパス、ミートソースパスタはあんまり食べないかもな。たらこ、そ、たらこパスタは小学生の頃まで好きだったんだけど、今カルボナーラかナポリタンかな。通りもん、通りもん率高いね、本当に。ファンの方の通りもん。食生活が心配になる。 HKT ファンの方、いっぱい買ってくれた方ね。パスタの上にカツのデミグラスソース、すごいボリューム満点。待って、今日駅伝のエントリー発表じゃん。あれ、そうじゃん。ちょっと待って、箱根駅伝の、やばいやばい、え、誰になった、誰になったの、ちょっと待って、うわ、どうなってんだろう。駒澤大学さんに2年生が強いってことはもう全然続くね、うんうん、来年もさ、うわー、どうなんだろう。あけみさん、ありがとうございます。どうなるんでしょうね。でも誰が走るかとはまだ分かんないからね、当日まで本当分からんからね。
何人かね、大学さんの中でも知ってるっていうか、あ、この選手知ってるわっていう選手も結構、大学ごとにいます。ちらほらって感じ、ミーハーなんで。そう、エントリー変更ありますからね。寒いね、夜はやっぱり。あなたの番ですよね、つけてるんだけど見てない、今ちょっと音聞いてなかった 映画につながるって。もう映画見に行けるかな、もう私ちょっと今月はちょっと割と忙しいから、半ぐらい、30分ぐらいになったらランキングを見ますね。明日もある。朝早く起きますよ。自主練早く行くよ、明日。カワイさん、ファイト、ありがとう。ホグピグさん、ペンライトありがとう。最愛、今裏で最、あれ今日か、やべえ、最愛やってんだ。寝る前見よう、見たい。朝配信明日あると思う、起きれたら。ウーピグさん、ありがとう。ペンライト、朝練ではないけど 割と午前中から自主練行きます。そう、最愛ね、今やってるみたい。来週最終回、嫌だね、嫌ですね。テロップ削除しよう。もうな、最終回になっちゃうの嫌だな。で、今やってるドラマが、でもあれ本当に全部ね、ほとんど好きで、そう、ほとんど好きなので終わってほしくないのよ。終わってほしくない気持ちだよね、寂しいのよ。でもね、なんかもう、そう、今期マジでね、全部良かったんで、私が見てたやつは。そう、なのでちょっと寂しいな。
たもちゃんありがとうございます。みんな今日は金曜日なのでゆっくり寝て、明日ゆっくり過ごしてください。公園行かれる方もいるかもしれないんですけどね。はい、今日金曜だから明日うん、ゆっくり起きれるじゃないでしょうか。お仕事の方は頑張って、私も頑張りますんでね。時間になりました。じゃあランキングを読みます。13位ピーチさん、12位スミスさん、11位ノッツさん、9位クロちゃんさん、9位タカッピさん、8位イサオさん、7位ひろゆきさん、6位ピーケスさん、5位ヨタアチさん、4位ヤシタンさん、3位ユートナバラさん、2位クニショウさん、1位フォグペグさんです。フォグペグさんお疲れありがとう。ヨタアチさんお疲れありがとうございます。ではみんなおやすみなさい。ゆっくり寝てください。ありがとうございました。今日もお疲れ様、みんなありがとう。バイバイ、またね。